このハワイのクックバナナと言われるものはまだマキハからすると通常派になりそうですね。その右手やや奥に見えるのがムサドワーフナンワーですが、ここから見ますと結構大きなつぼみですね。なかなか立派なつぼみを直立させています。これは家のサンルーフのムサドワーフナンワーの2株よりもだいぶ収穫量が多いように思われますね。